六四集会参加を扇動した罪で起訴されたゾウ・シントン氏が自己弁護台湾防衛のバイデン氏の発言に3つの解釈オーストラリア国防大臣、中国共産党が台湾に侵攻した場合アメリカと協力モン・ワンジョ CFO の復職に物議中国16の省に感染拡大北京の出入りに制限 香港市民愛国民主運動支援連合会、試練会の元副主席であるゾウ・シントン氏は今年6月4日にインターネット上で無許可集会への参加を煽動した罪で起訴されましたゾウ氏は無罪を主張していますこの案件は昨日25日、西急流裁判所で続出されました。 弁護人のいない蔵氏は昨日書類の山を抱えて自己弁護しました蔵氏は弁護の中で自分は法廷弁護士としての前科がないとした上で今回の国家政権転覆扇動の罪や通告通りの情報提出を行ったなどの容疑はいずれも試練会と緑死事件に関連したものであるとし 容疑が重なっているのは政権がいかに六死事件を抑圧し六死事件に対する記憶を根絶してきたかを非常に生々しく示していると述べました増氏は次のように指摘しました抑圧はまだ終わっておらず政府は野党民主化運動の指導者選挙で選ばれた議員無数の民間組織労働組合さらには学生グループまでも標的にし続けニュースメディアも封鎖している 今やマラソンをする際に香港頑張れと書かれた T シャツを着ることもできない政権は全ての反対の声を消滅しようとしており六四事件記念のキャンドルナイト停止はその目標を達するために取らなければならない行動の一つだったさらに蔵氏は1989年の精神を受け継ぎそれを堅持するかどうか自らに問うならば私たちは人数が多くても少なくても 押し寄せる波の高さに関わららず粘りり強くやり抜くや抜決意を持たなななければならないと強調しましたまた1989年当時まだ4歳だった彼女がこの事件に執着する理由として普通の心優しい香港人が粘り強く良いことを選ぶとは何かを教えてくれたからだと述べました蔵氏はまた次のように語りました 法廷でどうしても扇動やおだてて惑わすといった言葉を使わなければならないというならば私はむしろ香港の人々が私に良心に従って行動するようにおだてて惑わしたと言いたいしそのために刑を受けなければならないというなら悔いはない造子の弁護が終わった際傍聴席から大きな拍手が起こりさらに「六子は無罪だ香港頑張れ」と唱える人もいました次のニュースです 10月21日アメリカジョー・バイデン大統領は CNN の番組でアメリカは台湾防衛にコミットしていると発言しましたが翌日22日にホワイトハウスと国務省の報道官がともにアメリカの対台湾政策は変わらないと示しましたこれはバイデン氏による2回目の類似した発言となりますバイデン氏は今年8月の ABC ニュースのインタビューで台湾を NATO の同盟国や日本韓国に類比し アメリカがこれらの国に対して神聖な約束をしていると述べました。しかし、バイデン氏の2回の公式発言の後、ホワイトハウスと国務省は迅速に、アメリカの対台湾政策は変わっていないと示しました。バイデン氏の台湾防衛という発言に対して、外部からは3つの解釈があります。一つ目の解釈は言葉尻です。22日付のポリティコの記事によると、バイデン氏は台湾という厳しい問題について2回口を滑らせました。 また一度は存在しししない米中台湾協定を口にしましたまたた22日のウォール・ストリート・ジャーナルの社説ではホワイトハウスがバイデン氏の台湾防衛論をすぐに撤回したことはアメリカの台湾に対する戦略的な曖昧さがまだ有効であることを示唆しているあるいはバイデン氏個人の戦略的な混乱を示しているのかもしれないと述べています 2つ目の解釈はバイデン氏の台湾に対する立場が変化し彼はアメリカの行政部門よりも台湾防衛の傾向が強くなり内部的に押し引きが存在しているということですバイデン政権の高官と話し合ったことのあるこの問題に詳しい関係者はアメリカのニュースサイトアクシオスに対し バイデン氏が台湾はアメリカにとって戦略的に重要すぎるので中国が武力で奪うことができないという真の見解を不用意にも明らかにしてしまったという考えを示しました元大統領副補佐官国家安全保障担当のマット・ポッティンジャー氏はホワイトハウスがバイデン氏の述べた台湾防衛コミットを撤回したかどうかにかかわらずバイデン氏の台湾に対する発言は意義があると述べました 戦略的な明確さを示す正式な声明ではなかったが北京にアメリカを過小評価してはならないと発した事実上のシグナルであったと述べています3つ目の可能性はこれがバイデン政権の新しい戦術であるということですバイデン氏と行政部門は2つの役を演じ中国共産党を中共にアメリカが台湾防衛のために軍隊を派遣することを知らせ軽率な行動をしないようにしているということです ここ数週間中共は記録的な数の軍用機を台湾防衛圏に送り込み台湾の対岸にある省で海岸上陸攻撃の演習を行い同地域の緊張を高めていますワシントンのシンクタンクランド研究所のシニア防衛アナリストであるデレク・グロスマン氏は最近バイデン政権の過去10か月間の対台湾政策を振り返り バイデン政権は定期的に軍艦を台湾海峡に派遣することで必要な時には台湾を防衛するという軍事的決意を示してきたと述べています。これまでにアメリカは先週末のアメリカ、カナダ共同の台湾海峡通過を含め毎月1隻ずつ計10隻の軍艦を派遣しています。次のニュースです。 オーストラリアのピーター・ダットン国防相は10月24日オーストラリアメディアスカイニュースのインタビューを受けた際オーストラリアと中共の間で戦争が勃発するかどうかについて質問されましたダットン氏は中共による香港への対応方法を見れば中共が台湾に対してさらに踏み込んで対処しようとする目論みは明らかであると同時にアメリカの台湾に対する態度も明確であると述べました オーストラリアとアメリカは70年にわたる同盟関係です。オーストラリアは中共が台湾に武力侵攻した場合アメリカと進退を共にすると言います同志はまた紛争は誰も望んでいないがこの問題は中国が答えなければならないと示しましたオーストラリアのモリソン首相は今年5月上旬台湾政策に対してオーストラリア政府は確固として不動で 中共が台湾に武力侵攻した場合には、オーストラリアはアメリカ及び同盟国を支援するという約束を果たすと公言しました。次のニュースです。昨日25日、中国通信機器大手のファーウェイの最高財務責任者である毛磐州、モン・ワンジョ CFO が黒スーツを着てファーウェイに復職する様子を撮影した動画が中国のネット上に投稿され、 その場の社員が歓声を上げ中には女神様ようこそと叫ぶ者もいましたそれに対し彼女は手を振って従業員を抱きしめましたファーウェイ内部の社員が中国メディアに明かしたところによるとこの動画は広東省深鮮にあるファーウェイの深鮮半田園 B1 区で撮影されたとのことです当日の10月25日は彼女の父でファーウェイ創業者の任正妃、レン・ジョン・フェイの77歳の誕生日でもありました モン・ワンジョーは、ファーウェイがアメリカのイラン禁止令などに違反したとして、2018年からカナダで拘束され、今年9月24日に釈放されました。その翌日には深ンセンに到着し、21日間の隔離を経て今に至ります。彼女が昨日、ファーウェイ社内のロビーで行ったスピーチでは、この3年間は物事を前に進めることが難しかったが、私たちは困難を克服し、前途を切り開いた。 チームは戦えば戦うほど勇ましくなっていると語りました昨晩9時の時点で門ョ譲が出勤したという話題が中国版 TwitterWeibo で4億5000万回閲覧され検索ワード人気ランキングに入りましたメディアはファーウェイ社員の門ョ譲に対する歓迎の様子を社員が沸き上がったという言葉で表現しています しかし多くのネットユーザーは理解できないようで今日見たショート動画の中で最も面白かったのはモン・ワンジョウがファーウェイに復職し社員が大興奮して歓声を上げているものだなんというか一種のブラックユーモアだと言えるとの声や月に数千元しか稼げない人たちが億以上の資産を持つ人を心配するのかと疑問を呈していましたさらにこの人はどんな傑出した貢献をしてあなたたちを飛び上がらせ歓喜させたのか 彼女が退勤したことも検索ワード人気ランキングに入るのかとのコメントが寄せられました。最後のニュースです。中国大陸では10月17日以降、疫病の波が少なくとも16の省に影響を与えており、浙江省、北京、甘粛省、寧夏海賊自治区、内モンゴル自治区では個別の感染事例が多くなっています。 10月23日付の中京当局のサイトによると、合計133件の感染事例が報告されており、そのうち106件がツーアー団体からの連鎖感染に関連しています。中国では北京市昌平区と内モンゴル自治区アルシャーメイの2つの高リスク地域と11の中リスク地域が現れています。 中京衛生健康委員会疫病予防管理局のウー・リャン・ヨー副局長によると、今回の疫病で拡散しているウイルスはデルタ株であり、旅行者以外の感染者数も増加し始め、今後数日も増加し続け、感染拡大範囲がさらに広がる可能性が高いとのことです。今回の疫病の波の中、世間が特に注目しているのは北京での蔓延状況です。 北京疫病予防管理センターが発表した情報によると10月23日から24日にかけて小平区、法体区、海殿区で感染者が確認されました10月24日、北京では246回目の疫病予防管理会議が開催され北京に入る人は健康を示す緑の健康コードと48時間以内の PCR 検査の陰性証明書が必要でまた北京到着後に14日間の健康監視を受けることが規定されました また疫病感染地域に滞在したことのある者や外地にいる人々にも一時的に北京の入出をやめるよう求めていますこの他にも市全体での疫病に関する厳重検査や居住区内で中高リスク地域に滞在したことのある者を対象とした疫病検査を義務付けるとともに大規模な会議やフォーラムなどの集会活動を減らすなど当局は管理対策を強化すると発表しました 今回の感染拡大の影響を受け武漢マラソン、山東臨時マラソン、鳥賀界寒天門山マラソン、夫婦ほと女子ハーフマラソンなど多くの大会の延期が発表され、当初10月31日に予定されていた北京マラソンも貿易上の深刻な課題に直面しています。 今日嘅疫情最前线就到呢度，多谢各位收睇，守护真相绝对唔会放弃，我哋嘅坚守需要大家大力嘅支持，更加需要大家订阅我哋 patreon。我系 Zack，下次再同大家见面。